はい和尚さん今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします今日はねあの代わりの,あの質問いただいてますので、うん、読ませてもらいます、はいえー、50代の女性からのご質問です、はいえー、私はこれまでシングルマザーとして子育てと仕事に追われながら自分なりに精一杯頑張ってきました、はいえー、子供がもうすぐ成人を迎えるにあたり親としての役目も少しずつ終わりに近づいていると感じています しかし私の人生はこれまで決して順調ではなく経済的な困難や家族の問題が常につきまとっていました特に職場ではどんなに一生懸命働いても報われず状況が好転しないまま心が折れそうな思いもありますこの苦しい状況を早く終わらせて少しでも安定した生活を送りたいと強く願っているのですが私のように長年苦労してきた人がそこから抜け出して,して安定を手に入れることは本当にできるのでしょうかお嬢さんからのアドバイスいただければ嬉しいです はい、まあ困難と思うっていうことはやっぱりどんどん自分があの時間と,ともに、ね、前に前進んでいる証拠や,と思うんですよやっぱり人間って悩んだりとか落ち込んだり壁にぶち当たったり時にはやっぱつまずいたりとかってそれを失敗と捉えている人が多いのかもしれませんけどそれはつまずくっていうことはやっぱり前に進んでるからじゃないんですか。進んでななかったらつまずきもしないしい 壁に当たることもないと思うんですよっていうことは昨日よりも今日の方が実は成長してるんだっていうその自分に対して、えーまあ、ご褒美を与えるっていうわけじゃないですけども自分を褒めてあげることができない人がやはり困難っていうものを災難と見てしまうじゃないかなと。それは実際乗り越えてきてるからそこまであの子どもさんのことも面倒見れたわけですし。 今自分が苦しくてもお給料が安くてもその仕事をちゃんとできてるということは確実に前に進んでるんですよだから前に進んでいる自分をよく頑張ったなってもっと褒めててあげほしいねやはりそれができないと次のステージに進むっていうことは難しいんじゃないかな。どっっっちかかいたら誰かが次のステージ持っててくくんじゃなくて 自分が次のステージに上がっていけると思うのねそれを上げていくのは自分やと思うんですよところが自分を上げてあげるものの見方をされてないと思います逆に言うならそこずっとそこにいさせてるというかその,その中にずっと閉じ込めているのは自分自身じゃないでしょうか。例えばそんな困難の中でも今日ちょっとおいしいものを食べれたっていう時があったらですよ 今日はなんか頑張ったえおいしいものを食べれたわとありがとうとそこに対する自分を上げていくようなその褒めてあげること褒めてあげる方の認識よく頑張ったねっていうことを言ってあげれてない自分自身がいらっしゃるからそこからずっと抜け出せないままなんじゃないでしょうか。我々なんかでもね生活していればやっぱり嫌なことも苦しいこともあるんですよ。 どうしようかって思うことも悩むこともあるでもこれが人間世界でいろんなことがある中でそれをおかげさまって言えるような生き方に変えるのは自分自身なんですねだから頑張った、ね、苦しかったおかげででもここまでできるようになったと認めてあげることができてこそ次のステージに進めるんじゃないかなでもそこを認めてあげる自分がいらっしゃらなかったらずっとしんどいやんと。 ずっと苦しいやんととずっと私の人生なんて悪いことしか続かへんやんって思ってるといつまでもその,その目線でしか物事見ないんでそこから抜け出せずにずっと行かれるんじゃないかな。まあそうやって思って、まあ、いつか終わりが来るのだろうかって思う思ってる間は意外と終わりは来ないみたいな。来ないです。だそこげげてあげるのは自分じゃないですか それこそうん強い心持ちも必要になってくるってことですね。そうですね。だから確実に進んでるっていうことをまず認識してくださいと。<ー>もう年取ってるだけじゃないんですよ。確実に10年前よりはちゃんと賢くなってると、知恵も知識も身についてると言うならば10年前で悩んでたこと今は悩んでないこともたくさんあるわけですよ。そのいいことに目を向けずに。 どんどん悪いこと悪いこと悪いことを探す能力だけが高まってしまわれているんじゃないかなだからもっといいことを探す能力をしてほしい努力をねはい。結構知らぬ間になってしまってるっていうこともありえますもんねそうです変な癖ついちゃってます悪いこと探しみたいになっちゃってるでそうじゃなくていいこと探ししないと今日一日のうちでも嫌なことって結構人間って 覚えてるもんでしょ。なんか意識が近いというか。ところが、じゃあ今日一日でいいことを探してくださいよと。全くいいことありませんでしたってことはないと思うんですね。例えばいい人に出会って言葉をいただいたとか、ちょっといい食材に出会ったとか、ちょっといいものを見つけたとか、なんか人にありがとうって言ってもらえた。これだけでもすごいいいことじゃないですか。だったらありがとうって。 いう言葉ををたくさん集めるる努力をしてみるとか何か自分が人に気遣いができてたなとか気遣いをしてあげれたなとかっていうことっていっぱいあると思うんですよね。そういったことをいっぱい集める今度は癖をつけるそういった能力を身につけていかれると必ず今の困難とかね困ったとか苦労ばっかりしてるわっていうレベルからは脱することができるんじゃないかな。そう考えると なんかバランスみたいななあるって感じなんでですすかねねそうですねど,どの視点で見てるかっていうかそんな言い出したらやっぱり今お金持って成功してる人たちなんかもものすごい苦労は多分今の質問者さん以上にもっとビビるぐらいいいい苦労っていっぱいあってぱあたと思いますで私なんかもそうですしもうビビるぐらいの苦労とか恐怖とかいっぱいありましたしそんな中でじゃあ恐怖とか恐れとかねそういった マイナスのところばっかりにして向けてたらなんか幸せなんて感じれないと思いますしでもそうじゃなくて頑張ってる自分こうやって頑張って生きてるやんとこうやってご飯食べれてるやんとちゃんと子供成長したやんとその一つ一つを認めてあげることってすごくやっぱそのステージを抜け出して幸せおかげさまって言えるステージにいけることじゃないかなと思います。そそれこそまあ心の邪気 じゃないですけどやっぱりそこに視点が向いてもらうと心からこう何か良くないことになっていくみたいなそうですだから悪いっていうフィルターを通して物事を見てる私の人生なんてとかどんだけ頑張っても悪いことしか起きないわなんていうまあ思い込みのフィルターなんですよねそれを通してしまうとすべてが悪いものに見えるそういったものからこう パンととられたら一番嬉しいと思うんでんか,なんかど,どういったことがいいんですかねやっぱりそこはねあのご先祖さんに祈るとか神仏にお祈りするって言ってやっぱ手を合わせることじゃないかな。うん、手を合わせるってことはやっぱりその、ね、右手と左手をこう合唱して祈るっていうスタイルがあると思うんですけどこれこそがやっぱり自分と向き合う。 っていうスタイルなんですよで手を合わせることによってまあエネルギーがちゃんと一緒になるっていうか自,自分自身と自分自身と心が一つになる姿が合唱のスタイルだと思いますその時にここに空洞ができるんですけどもこれが棚心って言われているように手を合わせるスタイルを持つとここに心が生まれるだから手を合わせて まあ神様様様でででででもももいいですし仏様でもいいいいすすしし仏ご先祖様でもいいと思うんですよ。だらそこに対して自分がお祈りすることができると唯一これが向き合う時間ですよね向き合う時間の中で心というものがちゃんと見えてくるようになると思うんでどうかねそのあれこれ考えるよりやはり自分自身が手を合わせる機会を作っていただくことでどんどん新しいものってのは見えてくるんじゃないかなと。 はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございますもしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとかもしかしたらダメかもしれないとかって人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。 The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me there. Do you think about how these paths will lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, I won't stretch a road. オンラインサロンご祈祷の予約各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます詳しくはねそちらをご覧ください皆さんとまたお会いできる日りを楽しみにしておりますありがとうございました